どうも、大丈夫です。というわけで、今回はですね、貧乏だと思われてしまう、まあ、あるいは将来性がないな、こいつっていうふうに思われてしまう、まあ、そんなですね、表情というのが実は発見されておりまして、今日はそんな、表情でですね、損してしまう人、そして表情で渡航する人の違いとはということで、今日はご紹介していきます。やっぱりね、なかなかほら、もう、パッと見た印象で人間大体イメージを決めちゃうんですよ。どれぐらいかっていうと、1秒かからないんです。相手の顔とか、体型とか、見た目を見て、相手の能力がどれぐらいあるのか、将来性がどれぐらいあるのかってことをですね、結構人間は判断しちゃうんですよ。それこそ50ミリ秒、まあ、1秒もないわけですね、ぐらいで、相手の、まあ、いわゆるこう、将来性とか能力を判断して、それで付き合い方を決めちゃったりとかするので、第一印象が悪い人って、実はそういうところから損をしてるんですね。で、今回はですね、そんな、第一印象で損をしやすい、そんな表情の特徴を、ご紹介したいと思います。今日のワインはコルトン・シャレルマーニュですね。はい、コルトン・シャレルマーニュ結構僕好きで、白ワインのね、有名なとこなんですけど、ちょっと丘の上にあってですね、結構こう、ミネラルが強くて、ピキピキしていることもあるんですけど、僕は結構好きなんで、今日これ飲み上げていきます。はい。うん。すっきりしますね。はい。というわけでですね、今回なんですが、どんな研究かというと、結構面白い研究で、実はね、しけた面をしてんな、お前っていうふうによく言われる方いると思うんですが、そういうネガティブなですね、感情を相手に与える。あるいはこうなんか凹んでるのかな、調子悪いのかなと思われるようなネガティブな顔してる人って皆さんの周りにもいると思うんですが、こういう表情をしてると、社会的な地位が低く見えるよ、というですね、実はデータが出てるんですね。つまり、しけた顔をしてると、社会的な地位が低い。つまり、貧乏で将来性がない人間に見えちゃって、実際に人間関係で損をするよ、ということが分かりましたってのが今回の研究です。それでは、詳しく解説していきたいと思います。こちらの研究なんですが、合計ですね、675人を対象にですね、4つの実験を行ったというものなんですが、まあ、簡単にこの実験の内容を説明すると、いろんな表情の顔写真をですね、実験の参加者に見せるわけです。で、それぞれの顔に対して、この人の社会的な地位とかレベルとか経済状況はどれぐらいかみたいなことを予想してもらうわけです。例えば、お金持ってそうだなとか、いい仕事についてそうとか、頭が良さそうとか、まあ、こういう印象人間体的な顔とか、から受けるわけですね。で、こういったものが表情でどれぐらい変わるのかということを調べたわけなんです。で、結果何が分かったかっていうと、やっぱり表情と、他人から見られた時に社会的な地位だったりだとか、将来性のですね、レベルのにはですね、結構な関連性がありまして、例えば、これ面白いのがですね、ネガティブな表情をしている場合って、無表情に比べて、その人が貧しそうとか、いい仕事についていなさそう、あるいは将来性がなさそうっていうふうな判断をされたんですよ。で、ここでポイントになってくるのが、しけた面っていうと、なんか元気がないとか、なんかやる気がなさそうな面とかっていうふうにですね、顔っていうふうに思う方いると思うんですが、実はこれね、無表情と比べてネガティブな顔っていうのが良くないってこの研究で出てるんですが、このネガティブな表情が実は恐れている顔とか何かを恐れている顔とか、あるいは悲しんでいる顔だけではなくて、何かに対して嫌悪感を表している顔とか怒っている顔、ここも含まれるんですよ。つまり怒りや悲しみ、不安、こういった一般的なネガティブな感情を持っている、それを相手に感じさせる可能性があるような表情をしていると、それだけで将来性が低く見えるんです。だから怒ってる人って、怒ってるような顔をしてる人とか不機嫌な人ってすごい損するよって、笑う方には福来たらだよっていうですね、風に皆さん言われることあると思うんですが、あれは何かっていうと、要するにそのいうですね、こう怒ってる顔とか、あとネガティブな表情をしているとですね、将来性が低く見えちゃって結果的に損するんですよ。まあ当然ですけども、貧しい、見るからに貧しい人とか、将来性がですね、ない人のところに寄ってくる人ってあんまりいないですから、まあそれでね、人間ってのは損をしやすいわけなんですね。結構理にかなってますよね。はい。で、逆にじゃあ、ポジティブな表情してる場合どうなるのと、幸せそうな表情してる人っていますよね。いつもこの人楽しそうだな、幸せそうだなと思う表情してる人いると思うんですが、そういう表情してる時には、この人は、まあ人間としても、し社会的にも豊かそうだ、将来性が高そうだというふうに思われる確率が高かったということがこの研究では分かってるんですね。で、やっぱり研究チームがですね、のコメントを見てみても、やっぱり感情表現って、実は、まあ相手との人間関係だけではなくて、この感情表現が社会階級のですね、社会的な階級とか将来性、こういったもののですね、認識っていうのを変えてしまうということが、この研究でわかるよね、というふうに言ってるわけです。まあ要するに、自分がどんな表情をしているかで、自分の相手から見た時の社会的な地位とか評価っていうのは変わっちゃうわけなんですよ。だから例えばかなりいい仕事に就いてたりとか、大企業に入っていても、まあ、ネガティブな表情とか不機嫌な表情をしていると、あ、
例えばこの大企業の中でもあんまり出世しなさそうな人なんだなとか、まあストレスだけね、なんかすごくて、多分この人はあんまり出世しないだろうから意味ないかなと思われるだろうし、逆に今そんなに、まあ優雅な暮らしというか、そういうのをしていなかったとしても、でも、ね、そういうふうに将来性っていう点で言うんだって、いや、この人なんか成功しそうだって思われれば、例えばじゃあ恋愛とか合コンの時とか有利になる可能性もありますし、面接の時なんかもこれ有利になるわけですね。だからやっぱり、ポジティブな表情をいかにですね、キープできるのかってことが、結構重要になってくるわけなんですね。自分の内面が別にポジティブじゃなくてもいいんですが、表情は少なくともポジティブにしておいた方がいいよということなんですよ。はい。で、これですね、重要なのは、表情はポジティブかネガティブか、どうかっていうですね、ところだけであって、要するにその、実際その人がどういう人間かっていうのは関係なかったんですよ。つまりですね、僕ら人間の本能って、社会的な階級とか経済的なレベルが低い人ほど、ネガティブなことを考えてることが多くて、社会的な階級とか、その経済的な、ステータスが高い人ほど、ポジティブな、表情とか体験をしてるっていう、そういったステレオタイプに頼って、相手を判断してるんですね。だから要するに、まあ、お金持ちとか、いい仕事についてる人って、多分幸せでしょうと、僕ら思うわけですよ。一方で、ね、仕事が苦しい人とか、ね、あんまりいい仕事についてない人って、ネガティブなんだろうなっていうふうにですね、思っちゃうと。いうことがですね、まあ、人間の判断のね、基準になってるので、第一印象を良くしたい場合とかはですね、まあ、せめてね、その人に会う前とか、あるいはね、その相手に会う時っていうのは、ポジティブなことを考えるとか、ね、なんかポジティブな気持ちになるようなね、僕だったら猫とか見てからね、会いますけどね、ポジティブな気持ちになれるような、ことを思い出してから人と会うということをしてあげると、第一印象が高められると思います。ぜひですね、自分の表情で無駄に損をしないために、このことを心がけていただければな、というふうに思います。はい。というわけで今日はですね、まあ、とはいえでもね、まあ、自分のね、五大印象を上げるためには、ポジティブに考えてるだけじゃやっぱりダメで、もっといろんなね、やり方を使って面接を通れるようになりたいとか、モテるようになりたいとかね、ポジティブな印象を相手に与えたいと思う方いらっしゃると思うんですが、今日はそういう方のためのですね、第一印象を良くするための方法、初対面で得するための方法と、あとそもそも自分の第一印象が悪いの？いいの？ってことを、あんまり客観的に分かってる人いないんですよ。というわけで今日はですね、そんな方法も用意しておきました。今日の番組の、概要欄の方を見ていただくと、今日の続きの動画がありまして、今日の続きの動画は、Dラボの方で、第一印象診断テストと初対面から得する人の特徴という動画をご用意しています。この動画では、まずは皆さんの第一印象をですね、診断しまして、第一印象がいいのか悪いのかってことを判別します。で、判別した状態で、じゃあ、低い人はどうすれば第一印象よくできるのか、第一印象がすでにいい人は、どういうところに気をつけていけば、さらに第一印象を使って得することができるのか、みたいなことを解説している動画になります。ぜひですね、今ならこちらの動画なんですが、20日間無料で D ラボで見ていただけますんで、ぜひ番組のですね、概要欄の方から、D ラボから、第一印象診断テストと初対面から得する人の特徴をチェックしてみてください。あと今日の、無料のオーディオブックなんですが、今日のおすすめの無料のオーディオブックは、最短の時間で最大の成果を手に入れる超効率勉強法ということで、僕の、まあ、勉強法に関する本なんですが、こちらね、今無料で、1人1冊、聞けるキャンペーンやってますので、ぜひですね、こちらの方も、概要欄の方からチェックしてみてください。で、あとはね、まずそういうね、第一印象で得する人ってどんな人がいるのってところなんですが、実はね、第一印象だけやたらとすごいんだけど、内面クソみたいなやつってのがですね、ある程度いるわけですよ。やっぱこう、人間界にはね。で、これどういうタイプかって言うとサイコパスなんですよ。サイコパスってね、第一印象はすごく魅力的だし、喋るのも上手いので人の心を上手に動かせるんですよ。で、このサイコパスに皆さんになってほしいわけではないんですが、サイコパスが使ってる第一印象とか相手のですね、印象を変えるためのテクニック、これはめちゃくちゃ生きていく上で参考になりますし、人生が楽になるテクニックなんで、これを教えてくれる本、ケビン・ダットンさんのサイコパス秘められた能力という本もおすすめの本として今日ご紹介しております。ぜひですね、番組の概要の方から今日のおすすめの本、そして無料のオーディオブック、そして今なら20日間無料の D ラボの動画、ぜひですね、まとめてチェックしておいてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ